今日はですね、ブログに SNS の機能を追加できるスポットアイミート、まあ、ウェブサービスのようなものをですね、ご紹介したいなと思います。でも、もうブログの方には書いてはあるんですけれども、まあ、ブログの中にですね、まあ、チャット機能のようなものを、まあ、追加することができるんですね。で、僕これあの iPhone のアプリもあってですね、 iPhone のアプリからも、まあ、ほぼほぼ今のところあの僕しか投稿してないんですけど、これ意外とやってみると面白いなと思ってます。で、まあ誰かとね、本当はあのコミュニケーションツールなので、まあ、SNS の機能、まあ、誰かとね会話をするってことが目的ではありますけども、これ一人でねただ単にこうつぶやいてるだけでも意外と面白いんじゃないかなと思います。こうブログの中にこうツイッター機能ね、こうちょっとつぶやけるスペースが追加されてるので、まあそれがまあ他の人の目にはそんなに広がらないかもしれないですけど、まあブログに来てくれた人がそこをもし見てくれればっていう、まあ、ブログ一つ投稿するまでもないけれどもっていう、まあ、本当ツイッター感覚ですよね。でつぶやいたりできるので、まあ、もちろんね僕はあの Facebook ページにも書いてますし、 Twitter の方にも書いてますし、たまには Google プラスのページの方にも書いてますけれども、まあ、そういったこう、ね、外に対していろいろやるのもそうですけど、内々的に、つぶやくっていうのもこれ面白いなというふうに思ってます。まあ、当分はあの設置しとこうかなというふうに思ってます。まあ、もしですね、まあ興味がある方はぜひあのブログ読んでいただいて、もしよろしければぜひコメントいただけたら嬉しいなと思います。というわけで今日は、スポットアイミーという、まあ、ウェブサービス、ブログの中にチャット機能、まあ、SNS 機能を追加できるものをご紹介してみました。これ意外とやっぱりあのいろいろやってみると面白いですね。最近はあの高速化、ウェブサイト、ブログをですね、早く表示させるための高速化やってみて、まあ実は、あの、高速させる前よりも重くなってるんじゃないかなかもは否めないんですけど、そんなもんなんで、YouTube チャンネル、登録をお願いします。パソコンの方はここら辺にあります。スマートフォンなどをご覧の方は下の説明欄のところにリンクを貼っておきますので、ぜひチャンネル登録してください。それではまた。